はい。ということで、今回の動画は、アルファフライ2のね、レビュー動画となります。まあ、多くのランナーがもう、レビュー動画出してまして、ちょっと出遅れてしまったんですけれども、私はね、その履いた感覚とか、流しとかね、えー、それぐらいの距離ではなくて、やっぱりマラソンで使いたい。長い距離で使いたいんだよということで、長い距離を走ってからレビューをしたいなと思いまして、ちょっとお時間かかってしまいました。申し訳ございません。 ということで、まあ、サムネとタイトルを見ていただければわかるんですけど、私にとってね、アルファフライ2は、まあ結論から申し上げますと、ちょっと合わなかったなというふうに思います。その理由をね、話していきたいなと思います。まあ他のね、ユーチューバーも割とレビュー動画出してますけれども、まあ違う角度、違う視点から話していけたらなと思います。早速話したいと思いますけれども、その前に簡単に私の自己紹介をしていきたいなと思います。 小中高大実業団と陸上競技をやってまいりましたで一度競技離れるんですけどまた陸上競技の世界に戻ってきましたそして、えー、トラックで日本選手権を目指した後は現在この厚底シューズとともにですね、えー、マラソンに転向しまして月間6 0 0キロから8 0 0キロ昨年の夏ね1回だけ月間1 0 0 0キロをクリアいたしました、えー、それだけ走ってる選手ということで えー、小中高大実業団人生の半分以上陸上競技と共に過ごしております。現在はレーシングシューズ、アルファフライですね。初代アルファを使っております。まあ、ナイキシリーズに関しましても、初代ベーパーから始まって、まあ、フライニット、懐かしいですね。フライニット。そして、ベーパー、ベーパー2もね、えー、使っております、えー。それぐらいね、厚底シューズすごい好きで、ナイキシリーズを履きこなして、履き潰してきました。20足以上ね、履き潰しましたけれども。 まあ非常にね、ナイキのシューズを好き転んで使っているという現状です。それではね、ちょっと前置き長くなってしまいましたけれども、アルファフライ2のレビュー動画しますけれども、まああの結論から申し上げますと、えー、タイトル、サムネの通りです。アルファフライ2、私はなしだなということですね、えー。まあその理由といたしまして、2つ挙げられるんですけれども、2つですね。私がマラソンで大切にしているポイント2つなあるんですけれども、まず1つ目は、えー、シューズの 重さ、重量感ですね。それはシューズそのものの重さもそうなんですけれども、実際履いたとき、履いたときにどう対応、えー、どういう反応を示すかというところで、一、えー、つポイントとして挙げられるのは、シューズの重さですね。そして二つ目は、シューズの推進力、反発力。以上この二点をね、大切にしております。まあ、現在ね、先ほど申した通り、私、初代アルファを、 レーシングシューズとしておりまして、ポイント練習もね、アルファでやるんですよ。まあ、ポイント練習って言っても、ショート系のポイント練習は、ネクストを使ってると。<laughs> トラックで1万から1万6千やるときは、アルファ。そして、距離走20キロ走30キロ走ロードで走るとき、そして、ハーフフルは、すべて、初代アルファを使っております。で、初代アルファとね、えー、アルファ2を比較したときに、 まあ、アルファ2の方はね、まあ、かっこいいですよね。かっこよさはあるんですけれども、まあ、あの先ほど自分が大切にしているポイントを、ねえー、説明しましたけれども、初代アルファと重さを比較したときに、まあ、初代の方が軽いんですよ。2の方が重い、軽い、重い、軽い、重い、何度も言いましたけれども、初代アルファフライの方が軽いんですよね。えー、2の方が重たいということです。で、重量感、ね、実際シューズの重さだけで言えば、アルファフライは重たいんですよね。 ただ、大切なポイントは、履いてみた感覚もね、大切なポイントですから、<laughs> 実際履きましたで。履いた感じ、確かにね、改善点もあって、ブレなくて、えー、非常にね、ここも硬くなってるんですよ。だから沈み込む感覚がないということで、まあ、あのー、ロ、ね、タイムロスというか、そういう部分も、細かい部分も改善されてるというふうに感じられました。あとはね、履いた感じもね、あのー、やっぱり、ぐらつきがない分、あの、しっくりきた感覚はありました。ただですね、 えー、実際走ってみたんですよ。流しとか200とか400、1000メートルぐらいはね、それはしっかり走れましたよ。ただ大切なのは、長い距離を走った時にどういう風に感じるか。これが一番大切ですよね。えー、短い距離を走るためのシューズではないと。いう時に、<laughs> 長い距離をね、実際走りました。そしたらね、20キロ、30キロ走った時に、後半、足元が重く感じたんですよね。え、足ではないですよ。太もも、ふくらはぎではない。 アキレス腱でもない。ね、足元。靴が重く感じたんですよ。これは初代アルファでもね、私あるんですけれども、アルファ2の方が如実に現れてしまったということで、正直ね、えー、靴の重さ、足元の重さで、ちょっと私はないなと感じてしまいました。<laughs> そして、反発力、推進力に関しましても、初代アルファの方が反発力、推進力ありますよね。 一歩一歩の推進力、反発力は初代の方が上回ってるということで、まあ二つの要素ですね、えー、初代 α と比較したときに、α2 <laughs> がね、上回ってるポイントが一つもなかったんですよ。ということで私はね、えー、初代 α2 を使うことはないなというふうに思いました。そしてじゃあなぜ、まあ鋭い方はね、わかると思うんですけれども、ネクストと α 比較したときに、ネクストの方が軽いんですよ。 じゃあなぜ軽いシューズを選ばなかったのかと、重量感が大切なんですよねというふうに思う方いらっしゃると思うんですけれども <laughs>、まあ私はね、アルファフライすごい好きで、ネクストもでもその前好きだったんですよね。ネクストも、まああの、ルール改定の前はね、トラックで使いましたから、社会人ベスト5100万はね、ネクストで出してるんですけれども、まあネクストとアルファを比較したときに、 まあ軽い、重い、軽い、重いですよね。で、先にネクストが出たんですよ。で、ネクストね、本当に軽くて、推進力もあって、まあ早く走れないわけないだろうって思うぐらいね、いいシューズなんですよね。えー、フライニットやベーパーって、すごいいいシューズだ、画期的だなと思いましたし、ね、クッション性もあってカーボンも、反発推進力も感じたけれども、まああの、ただね、使いこなせなかった自分もいるんですけれども、そこまでメリットを感じない自分もいたんですよ。ただ、ネクストね、これ、 自分も大きく変わって、えー、ネクスト t ほとんど使ってたんですけれども、アルファフライにした理由ですね。えー、私がマラソンで大切にしている二つのポイント。まず、シューズの重さ。それは、実際の重さもそうですけれども、えー、自分の履いた感覚ですよね。実際の重さはネクストには勝てない。だけれども、履いた時に、反発力、推進力はもちろんですけれども、重さを感じないだけの、重さを感じないだけの、 軽さ反発力を感じたんですよねこの反発力推進力がこの靴の重さを打ち消してるのか分かりませんが重くないなって感じられたんですよねそれがひと決め手だったんですよそしてシューズの反発力推進力もありましたよねえー、ありますよねなのでこの2つのポイントネクストを上回ってるポイントもあったんですよ実際の重さ以外はネクストを上回ってたんですよねなんならということで私は初代アルファを採用したわけですよね 今でもネクストはショート系のインターバル、そして流しには使ったりしますし、ピッチのキレ、体育時間が長くど、どうしても長くなってしまうので、ピッチのキレを出すとき、刺激を入れるときはネクストを使っております。あとはね、短い距離で走ったりするときもネクストを使ったりするんですけども、ベースはアルファということで。で、アルファフライね、本当に感動しましたね。えー、ベーパーだったり、フライニットをネクスト履いたとき非常に感動して、もう次出た新作は感動しないんじゃないかなと思ったんですよ。もう慣れてしまったから。 でも感動しましたね。うん。で、足を通した時に、これなら走れるっていうのを感じました。ただ、アルファ2に限ってはそれがなかったわけですよね。で、実際履いてみてもそうだったということで、まあ私がアルファフライ2、ただ重いシューズに感じられたらそのような点ということで、今回話をさせていただきました。なので、まあ皆さんね、大切にしてるポイントって皆さん人それぞれだと思いますので、 まあ、アルファ2のいいところをね、大切なポイントに結びつけられる選手は、アルファ2を使えばいいんじゃないかなと思いますが、私の場合は当てはまらないということで、今回まとめさせていただきました。まあ、今後ね、これから、出雲全日本、箱根、えー、非常に始まりますから楽しみですし、あとはね、大阪傑選手と鈴木健吾選手は、このね、秋、今年、今年中に、フルマラソンにエントリーしてるんですよ。まあ、それぞれ目的は違うかもしれないけれども、 どういう位置づけでフルマラソンを走るか。そして、足元注目したいなと。アルファフライ2。私の感覚だったら走る選手、使って走る選手少ないんじゃないかなと思うんですけれども、どうなのかななんていうふうに思ったりもしております。そのあたりもね、注目して、大学駅伝、そしてフルマラソン、えー、見ていきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画は終わります。ぜひね、えー、ご質問等ある,ある方はコメントいただければ動画にしてアンサーにして、 したり、コメントでアンサーをしますので、ぜひともね、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画を終わります。以上